皆さんこんにちは、みのりんです。本日はですね、またまた福袋です。今日の福袋はこちら、じゃじゃん、トイザラス。私ね、トイザラスの福袋開封するのは2回目です。で、去年開封したら超豪華だったんです。今年も何か DIY 系のおもちゃとかが入っていると私はすごくすごく嬉しいんですけど、早速ね、開封していきましょう。今ちょこっと見たらね、すごいものたくさん入っていました。いきます。まず1つ目、じゃん。お、え、かわいい。開封するとアイスをくるっと裏返すとかわいい子猫に変身。アイスクリームが入っていると思いきや猫が入っているんですね。え、面白。じゃあ開けちゃいましょう。じゃん。おー、こんな感じなんだ。アイスみたい。本当に美味しそう。ミントアイス、ふにふにしていまして、こう開けると、ほうほう、本当だ、アイスだ。で、これをひっくり返すと猫ちゃんが出てくるのかな。あ、ベルクロがありまして、おー、出てきた。目がキラキラ。ほら、いや、猫ちゃんも可愛いんだけど、個人的にはアイスクリームの形の方が好きかもしれないです。なんかね、美味しそう。リアルリアル。で、続きましては、じゃあこれ、じゃん。はい、サロンドドゥーズじゃん。めっちゃすごいんだけど、この形のサロンドドゥーズを初めて見ました。前にね、開封したこと何回かあるんですけど、全然綺麗に開けられない。キラキラの箱にどうやって開けるんだ。あ、なるほどね、こうやって開けるんだ。ヘアスプレーみたいな形をしていまして、ここの先っぽを押し込むと開きます。あら、かわいい。何ちゃんかな、この子は。下にね、多分書いてあります。あ、この子はね、ララちゃんだ。はい、こんな感じでカラフルの子がたくさん入っていました。で、サロンドトゥーズはね、サロンっていうことで髪の毛で遊べる子なんです。ふわふわ。カーラちゃんとか可愛いし、ヘレンちゃんも良かったな。エレナちゃんもいいし、これはね、豪華ですよ。で、続きましては、おー、面白い。これもね、最初のと似ていますね。スイートパプスっていう名前で、クロワッサンが見えますね。クロワッサンなんですけど、開けるとワンちゃんだそうです。この発想が面白いよね。ほら、クロワッサン、さっきと全く同じ感触です。ふにふにしていて、ここをベルクロで開けると、グッとするとワンちゃんが出てくるという、だいぶ迫力のあるワンちゃんですね。モフモフしてる。でもやっぱりね、クロワッサンの形も可愛いんですよね。あー、こうグッとするのはね、力がいります。あ、戻んなくなっちゃったよ、戻った。クロワッサンの形も可愛いですよね。へー、こういったシリーズがあるんですね。続きましては、はい、これこれこれ、じゃん。トンデオーリーのひまわりチャンネルさんがいらっしゃいます。これね、私ね、開封したことがなかったの。なでなでしてね、ご飯をあげよう。豪華だね。5000円ですよ、これ全部で。すごくない？これはですね、おもちゃ屋さんに行くといつも店頭に並んでいたのを知っています。育てる系のおもちゃですね。よいしょ。だってすごいよ、こちら日本おもちゃ大賞2019年、すごい賞のおもちゃです。説明書が分厚い。いろいろと遊び方があるんだと思います。はいはい、飛びますし。飛ぶの？本当に飛ぶんだ。充電しなくちゃいけないんですね。これが食べ物かな。木の実みたいな美味しそうなフルーツに、で、これを、巣があるんですけど、 USB がついている巣です。で、ここの中にこう設置して、充電をすると飛ぶのかな。今でも飛ぶかな、充電あるかな。頭を優しく撫でてね、いい子いい子。で、喜ぶと目がピンク色になるそうです。あ、なったなったなった。あれ、今一瞬だったけど、なったよね、ピンク色になったよね。ほら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 、ピンク色になってる。あ、いい子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 。寒い時は目を青色にして震えちゃう。え、なになになに、待って待って、今ね、一生懸命。あ、ママママ、ご飯ご飯、これあれ、元気になった元気になったよ、元気になった。
そう、やることがたくさんあるよ。ピンク、赤、赤。怒ってる、怒ってる、怒ってる。怒んないで、怒んないで、何もしてないよ。高校生、あ、青になった。早い、早い。機嫌が変わるのが早い。待って、寝た？寝てる。寝ました。すごい、やることがいっぱいあって面白い。じゃあね、ちょっと一旦電源消します。眠ってもらいまして、次行きましょう。まだたくさんあります。はい、またまたサロンドドゥーズです。開けちゃいます。これなんかマニキュアみたいな形してます。ほら、マニキュア、くるっとすると出てくる。かわいい。ほら、さっきの子こんな感じの大きさで、これはねミニチュアバージョンなので、すっごいちっちゃい。はい、開きました。あ、髪の毛が入っていた。この子は何ちゃんかな。紫と黄色なのでローザちゃんかな。鉛筆につけることもできるって、すごい。集めるだけでも可愛いですし、鉛筆を可愛くデコることもできるということで面白い。はい、取扱説明書でした。なるほど。じゃあ続きましては、こちらじゃん、ちょっと大きいプレイド。ちっちゃい頃超遊びました、プレイド。懐かしい。キッチンシリーズだって。中に入っているのが、こういうのが入っていて、こうかな。当然プレイドと、中にたくさんいろいろと入ってる。これでトースターが入っているので、いろいろと作れますね。おままごとができちゃう。いろんな色があるんですけど、プレイドで遊ぶときね、一緒にくっついちゃって色が変わっちゃったりするのが難しいところ、あるある。じゃあちょっと遊んでみようか。これとかを開けますと、茶色いプレイドが入っています。出てきた。あー、え、めっちゃ久しぶりなんだけど、この感触。あとこの独特な香り。あー、プレードだわ。プレードってね、外に放っておくとすぐ固まっちゃいますよね、あるある。こうやって粘土をこんな形にして入れて、でこれを下から押すとグニーンってパンの形になって出てきます。なるほどね。これはいとこの子にあげようかなと思いました。プレードもね、楽しいもんね。これで最後っぽいです。いきます。はい、じゃじゃん。おー、サロンドドゥーズのスペシャルコレクションが当たりました。あ、こっち側前だ。はい、すごいね。オープン。え、なんかコスメのポーチみたい。はい、なるほど。こちらのいつものサロンドドゥーズの形だ。これが一つに、二つに、三つ目かな。奥の方にもちっちゃいサプライズがたくさん入っています。ほうほう、こんな感じの子が入っているんですね。でさ、この袋もさ使えますので、大人も普通に使えます。ポーチとして開けちゃいましょう。入れ物がキラキラしています。オープン。あれ、こっち、あ、こっちだ。じゃじゃん。髪の毛ふわふわのピンクと青の子が当たりました。すっごいふわふわ。オリビアちゃんかな。オリビアちゃんです。そしてこっちはケイティちゃんかな。はい、出てきました、アフロ。このふわふわさはぜひ触ってほしい。ふわふわさ、気持ちいい。このセットを購入した方は全部同じ子たちが入っているのかな。最後にこちら、どどん。ちょっとこれを取ると、エレナちゃんです。あ、すごい、アイドルみたいな子です。ほらほら、今までで一番豪華。髪の毛もさ、すごい毛量がすごいですし、ふわふわだし、かわいい。これぐらい髪の毛があれば何だって遊べちゃいますね。で、足とかはこんな感じで動くのか。なるほどなるほど。だからこうやって立って飾るのも可愛いし、座らせることもできるので、この中に入れてこのまま飾るのも可愛いと思います。中がさ、ほらちょっとサロンっぽい感じになっているので、可愛らしい感じになっています。椅子とかもついてきているので、どっかにね、こう固定して遊ぶこともできちゃうので、いろいろな遊び方があります。今回はめちゃくちゃ超豪華でした。で、サプライズトイ系が大好きな方、はーい、
大満足。サロンドトゥース系は可愛い。あとはオーリーちゃんもいたり、プレードとかもあって、もう本当にお値段以上でした。やばい。じゃあね、また来年も買っちゃうかもしれない。サプライズトイ系が好きな方、ぜひぜひチェックしてみてください。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね、 Twitter とインスタもやってるので、ぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。